M ンチャンネルへようこそ前回のビデオではスチール画像とプロジェクションを用いて全く新しい環境を作成する方法をご紹介しましたこのビデオではプロジェクションを使ってショットをクリーンアップする方法またショットにアイテムをコンポジットする方法についてご紹介したいと思いますアートビートの素材を使用しますがこちらはウェブサイトから購入することが可能です このクリップスクラブしてみてみると、ちょうど着陸しようとしているところです。滑走路の30と書かれた部分を削除して、他のエレメントに置き換えてみたいと思います。滑走路の30と書かれた部分ができるだけ大きい素材があった方がいいと思うので、最後のフレームを使いましょう。あらかじめペイントツールで滑走路をクリーンアップした絵を1枚用意しておきました。 他のツールを使用しても同じような結果を得られると思いますがここでは先に進めていきたいと思いますまずこのショットのカメラの動きをトラッキングする必要がありますねさらにサーフェイスを作成してカメラにマッチさせる作業が必要ですそして最後にプロジェクションを適用して A をロックさせますでは早速やっていきたいと思いますがまずアクション Ctrl N でインプットノードを追加してそれぞれつなぎますオリジナルショットの方をインプット1にそれからクリーンアップしたショットをインプット2につなぎます画面の方は Alt2 で2画面にしておきましょう左側にアクションのスケマティックビュー右側にリザルトビュースケマティックで全部削除しておきますね リザルトビューの方をアクティブにしておいてアクションビンメニューを開きます 3D トラッキングするためにメディアリストでオリジナルショットを選択アナライザーモノノードをダブルクリックリザルトビューの方は自動的に 2D アナライザービューに切り替わります個人的には 3D アナライザービューで作業する方が好きなんですけれども F7 キーで 2D と 3D のビューを切り替えることができます アナライザーノードをダブルクリックしてメニューを開いてフワードバックワードを有効にしてデフォルトの設定のままアナライズトラッキングが終わったらタイムバーをスクラブしてトラッキング結果を見てみましょう次に設置面を定義しますファインチューニングメニューに切り替えてデファインボタンを有効にします 今カメラから見て地面の位置が正しくないので地面に相当するトラッキングポイントをドラッグで選択地面を定義するには最低3つのポイントが必要になりますがこのショット割とロングショットなので多めに撮っておきましょうまた設置面のスケールもちょっと大きくしておきたいと思いますね、えー、ショットによっても異なるんですけれどもここではだいたい350くらいかな これで、えー、設置名は OK なので Define ボタンはオフにします 3D 区間でどうなっているのか確認したいのでスペースプラス F7 で Working アナライザービューに切り替えましょうオービットモードで見てみると設置面上に 3D ポイントがあるのがお分かりいただけるでしょう滑走路の位置としてちょうどいいかと思いますでは F7 キーで 3D アナライザービューに戻ります滑走路の30の周りのポイントを選択「クリエイトロケーター」でロケーターを作成しますこのロケーターにプロジェクション用のサーフェースをレイアウトしていきたいと思いますね一旦「リザルトビュー」に切り替えましょうデフォルトカメラ以外に新しい 3D トラッキングカメラがあるのがお分かりいただけるかと思います カメラ 3D ノードをダブルクリックリザルトカメラの設定をカメラ1に変更しますデフォルトカメラの方はハイドにしときましょう 3D トラッキングは終わったので次にオブジェクトを配置する準備ができましたここで2つの選択肢がありますサーフェスオブジェクトを使う方法と 3D シェイプを使う方法 どちらにしてもプロジェクションを適用することになりますが個人的には 3D シェイプの方が好きな形状にできますしカメラプロジェクションもビルトインされているので使いやすいかと思いますいずれにしても 3D 空間内にオブジェクトを配置するためにロケーターを使用していきますポイントロケーターをダブルクリックアクシスビヘイビアの設定をプレイントランスフォームに変更します このオプションを選択するとロケーターの下にコネクトしたオブジェクトをロケーターの平面の平均に配置してくれます。これに対してセンタードトランスフォームはロケーターの中心に全てのオブジェクトを配置します。ではアクションビームメニューでメディアリストからクリーンアップしたメディアの方を選択して 3D シェイプノードをコネクト。 自由に 3D シェープを描いていけるんですけれどもこんな感じで30の領域をカバーしたシェープにしたいかと思います。これで 3D 空間に配置されたわけですがちょっとワーキングカメラビューで確認してみましょう。カメラをオービットして見てみると設置面にピタッと配置されているのがお分かりいただけるかと思います。 ここで重要なポイントは 3D オブジェクトとプロジェクションがリプレイスするサーフェイスに完全に配列されなければならないということです例えば地面に対して垂直な壁だった場合は地面に対してサーフェイスが90度にならなければならないでしょう先ほどのオプションをセンタードトランスフォームまたはノートランスフォームに設定している場合には 3D オブジェクトを手動でレイアウトしなければなりません 今はちゃんとサーフェスが設置面にレイアウトされているのが分かっているのでえグリッドの表示は切っておきましょうアクションのプリファレンスメニューでグリッドオフではリザルトビューに戻ってタイムバーをスクラブしてみると 3D シェイプがショットにロックされてますね 3D シェイプノードのメニューを開いてメディアプロジェクションを有効にします プロジェクションが 3D シェイプでスライドしてしまっていますけれども、これは 3D トラッキングカメラから投影されているからですね。カメラの移動に合わせてプロジェクションされた状態です。プロジェクションは基準のフレームでロックしたいと思いますので、この例ではクリーンアップした最終フレームで絵を作成していますから、最終フレームでプロジェクションをロックしてあげたいと思います。 3D トララッキンングカメメにには、全フレーームにアニメーションがいいています。まずカメラ 3D ノートを選択して「d プリケート。a 最後のフレームに行ってアニメーションメニューを開いていきましょう「s h i f t タブでアニメーションカーブをエクスパンド「Keep」ボタンで残りのフレームのアニメーションを削除します タイムバーをスクラブするとカメラが2台あるのが分かりますね。滑走路用のプロジェクションソースとしてはこちらのカメラを使用します。プロジェクションマップのメニューでリザルトカメラをカメラ1からカメラ2に変更しましょう。これでプロジェクションが滑走路にロックされます。あとちょっと足りないのはグレインですかね。 アクションからマウトプットメニューを開くと今コンプのアウトプットが1つある状態ですけれどもコピーで追加してアウトプットタイプはマットに変更 3D シェイプのアルファだけ必要ですので背景はミュートしましょう ツールメニューでリッドアウトプットを選択するかショートカットの AltE キーでスケマティックからオリジナルのショットをハイドします F4 でアクションのアウトプットを切り替えることができますでは次にグレインを足していきたいと思いますけれどもバッジのスケマティックでリグレインノードを追加 アクションのアウトプットをリグレインのフロントとバックにまたアクションのマットアウトプットをリグレインのマットインプットにコネクトリグレインノードのメニューを開いてビューの方はリザルトビューに切り替えておきますけれども滑走路の部分にズームしておいてカスタムでグレインを追加しましょうコントロールを押してグレインをサンプリング これでショットにグレインを追加することができました。この一連のテクニックは、イメージのクリーンアップ作業でよく使われる手法です。またショットに追加で変更が加わることもよくあるかと思うんですけれども、ちょっと簡単な例になりますが、バッチスクマティックに戻って、例えば滑走路に別のテキストが入ったイメージのコンポジットに変更したい、 します。メディアパネルからドラッグしてリプレイスするだけで簡単に置き換えることができますランドヒアと書かれたエレメントが滑走路にちゃんとロックされているのがわかりますねプロジェクションに関してのビデオはまたご紹介したいと思いますコメントやフィードバック提案などいつでも歓迎ですフレームプレミアムライニングチャンネルをご視聴いただきありがとうございました Hors <us> neutra